はい、おはようございます。10月の定例記者会見を始めさせていただきます。本日の発表項目6項目ございます。まず1点目から説明させていただきます。和歌山競争サミット、東京、特に東京方面のですね、民間投資を呼び込もうということで、新たなプロジェクトの創出、投資の呼び込み、そして人材のネットワークであるとか、また企業間のネットワーク、そうしたそのネットワークの構築を推進するために、和歌山競争サミットを開催してまいります。第1部と2部に分かれてます。まず1部の方ですけれども、食をテーマにさせていただきます。和歌山市、いろんな食がたくさんあると、その食を通じた、自治体連携であるとか、地方創生をテーマに一部でさせていただきます。一部の場所は渋谷ソラスタで、特にパネリストとしてはですね、トリドールホールディングの粟田隆也さん、またバルバーニの佐藤さん、そしてモデレーターがトイトマ、この山中哲也さんがトークセッションに加わっていただくことになります。そうしたところを通じてですね、食でこの地方創生を図っていけないかというテーマでさせていただきます。2部の方は、1部の方は10月31日ですけれども、2部の方は11月の18日に予定してます。場所はまだちょっと未定なんですけれども、この時はですね、若野浦の再生、特に若野浦のブランド化をテーマモデルにしてですね、観光による地方創生の在り方と手法についてを議論していただきたいと思ってます。パネリストとしては、多分私も行くことになると思うんですけど、和歌山市、そしてバルミバイミの佐藤さん、競争の富山さん、そしてモデレーターが、フォーブスジャパンの藤吉さんという形でですね、非常に今活躍されている事業家の皆さんをパネリストにお迎えしてですね、和歌山の地方創生、また今後の振興について議論いただければというふうに思っています。はい、次お願いします。第2点目です。2回これまで試験運行してきました川永地区についてはですね、大規模店舗が移転じゃないか、閉鎖されたこともあって、2回試験運行をやってます。新たな大規模店舗ができたこともあってですね、紀伊駅と、そうした地域、また大規模店舗を結ぶそうした地域バスを本格運行を11月1日から、これはもう通年施行で、開始させていただきます。毎日12便運行ということで、それぞれ地域で、バスとの接続であるとか、鉄道との接続も入れながら、公共交通のさらに振興のために地域バスの運行を、進めてまいります。次お願いします。3点目です。和歌山市の文化表彰が決定しました。まず文化賞ですけれども、新井貞子さん、マリンバの奏者で、もう和歌山のマリンバの奏者の第一人者、そして和歌山にですね、そのマリンバ文化、マリンバの音楽の振興に大変貢献していただいた方で、今もマリンバエミールを主催されている方です。文化功労賞の方は、俳優の岡部隆さん、非常に NHK 中心として活躍されてます。またバイオリニストの寺西和美さん、関西方面で、非常に活躍されてますバイオリニストの方です。文化奨励賞の方は、小寺香奈さん、ユーファニアムの奏者ということで、和歌山大学で、准教授かな、されてます。また団体としては和歌山県腹話術協会さん、これはいろいろ高齢者施設あるとか社会福祉の関係でも非常に貢献いただいてます。その4人の方、また1団体の方が今回文化賞の受賞に決定しました。表彰式は11月の3日13時30分から和歌山城ホール4階大会議室で行います。次お願いします。
それで、ですね、次が4点目になるんですけれども、岡部隆さんの方から和歌山市観光発信になっていいよと言っていただいて、観光発信でいいんですかということを言ったんですけど、観光発信になっていただけるということで、その文化庁の授賞式のその後なんですけれども、15時30分から和歌山城ホールの特別会議室で、受賞式、認識をお取り行わせていただきます。はい、次お願いします。5点目でございます。東京都北区と連携事業を実施することになりました。これ実は北区、東京都北区はですね、和歌山と非常に縁が深いところになってます。例えば飛鳥山公園ってあるんですけど、これ非常に多くの方でにぎわうんですけども、これは徳川吉宗公、八代将軍の徳川吉宗公が桜を植えられて、一般の庶民の方に開放されて、花見の、原点、日本の花見の原点になった場所でもあります。そうした飛鳥山、また王子神社っていって、和歌山熊野神社から誕生したような神社、紀州神社も伊田木曽神社から誕生した神社、さらに古川庭園、これは陸奥宗光公が邸宅として別宅として住まわれてて、その後古川財閥で古川庭園としてなってます。そうしたその非常に関連のあるところですので、これまでもイベント等ではですね、お世話になってましたが、本格的に連携事業をしようということになりました。で、北区からの申し入れもあって、まず災害時の総合応援協定を結びたいということで、実は北区の方は東京より北の方とはそういう防災協定を結ばれてたんですけれども、関西の方面でもほぼ同じ人口規模のところと結びたい、その中に特に和歌山市とは関連が深いということで、北区さんの方からも申し入れいただきました。で、防災協定を11月5日、これは津波防災の日ということで、世界津波の日にも当たる日なんですけれども、11月5日に、総合応援の協定を結ばさせていただきます。大規模災害を受けた時の食料であるとか飲料水の提供、また車両資機材の職員の派遣、そして避難者、被災者の一時収容のための施設の提供、また被災児童等のですね、生徒等の一時受け入れということで、それぞれが大規模災害を受けた時にお互いにそうした協定に基づいて支援していこうという内容で、協定書を締結させていただきます。11時からです。その際にですね、せっかくならということで、飛鳥山がもう吉宗公が植えられた桜もありますし、非常に和歌山とはですね、桜の縁でもつながってます。で、桜の剪定枝をですね、お互い分け合いましょうよということで、桜の、枝の交換式を行います。1年ほどしたら根っこも出てきますし、接ぎ木もできるということで、お互いの桜、飛鳥山の桜は和歌山城公園に、また和歌山城公園の桜の枝は飛鳥山にということで、お互いのですね、吉宗公ゆかりの桜として育てていこうよということで、桜の枝の交換もさせていただきます。次お願いします。その他の交流事業ということで、いろいろあります。先ほど申し上げたように、和歌山市と北区とは本当にこう縁が深い土地柄になってて、隣の文京区にも陸義園、これは柳沢義太が和歌浦の景色をそのままこう陸義園へ持っていったということで有名なんですけれども、そうしたところのですね、北区を中心としてこのウォーキングコースを新設したいと思ってます。メディアの関係者の方にはですね、11月5日に、東京で、そのウォークイベントを実施させていただきます。それと陸奥宗光公博の生誕180周年公演の開催ということで、これはこの12月の8日に、北区の方で開催させていただきます。
まあ、あのそうしたあの関連事業を通じてですね、さらにまあ北区との関係を深めていって、またあの和歌山の方にもお越しいただいたり PR していただければということで、今後進めていきたいと思います。次お願いします。最後になります。6点目です。欅のイルミネーション、欅ライトパレードが11月23日土曜日から始まります。で、和歌山城公園の中も11月24日ちょっと1日遅れになるんですけれども、ライトアップ光の回廊という形でですね、こう和歌山城をこうぐるぐるっとこう中を通って回っていただけるようなその光の回廊で、ライトアップの点灯式を行いたいと思っています。11月24日の17時30分から、それとですね、合わせて、19時からは和歌山城のドローンショー、これは民間の方が、民間の方っていうか高潮デジテックさんと和歌山、ドローンショージャパンか、ドローンショージャパンさんの協力で、やっていただけることになります。実はですね、竜王戦が一昨日、もう対局があるということで決定しました。で、竜王戦があるっていう時から、和歌山城の天守閣の上をですね、こう竜が舞うようにドローンできないですかっていうのは、お願いしてたんですけども、そして協力するよということで、和歌山市内のど真ん中、それも天守閣の上でですね、ドローンショーを開催して、まず、和歌山は和歌山市は南竜港ということで、徳川頼信公が初代南竜港とも言われてて、和歌山市下にも南竜港ということで、竜と非常に縁が深い。そして今回、竜王戦が第5局がもう対局として対戦として開かれるという、それを記念して、ドローンショーを実施させていただきます。ぜひ見ていただければ非常に今までにないドローンショーが見られるんじゃないかなと思ってます。それ以外もいろんなドローンショーもありますので、ぜひこの和歌山城、和歌山市のど真ん中、和歌山城の天守閣の上のドローンショーをご期待いただければと思います。同じく11月24日の19時からになっています。以上、発表項目は以上でございます。よろしくお願いします。